ベースの篠野です。イエーイ。ちなみに今日のテーマで、旅に行くときに大失敗したことありますか？大失敗したことは、そうですね、バイクで転んだぐらいですかね。いやいや、そんな大失敗遠赤に乗っかって気をつけます。頑張ってください。よろしくです。よろしくです。よし、さて、はい、ギターです。おめでとうです。遅刻とか最悪な本当にカバーのしようがないわ。え、その時はどうしたの、メンバーは？まあ、すいません。あら、すいません。何、あの、じゃあギターソロ抜きでベースソロとか。ああ、そう、逆にこっちこっちがなくなってくるんだ、それ。そう、いきなり当日いきなりベースソロだからこっちが罰ゲームなんだ。そういう失敗があったのね。失敗ですね。はい、イリアです。はい、どうも、ドラムスのイリアです。よろしくお願いします。コットです。コットです。コットです。はい、あ、よろしくお願いします。失敗談。失敗談、まあ、はい、もうここまで生きてきたことが失敗ですよね。どういうこと？ミステイクの、あの、ライフなんで。例えばライブ会場に入る前に何か忘れて大失敗とか。あ、まあ、普通にスティックとか忘れたことない。どうやって叩いたの？なんかライブハウスでスティック折れてるやつとか、折れる前のなんか錆びついてるやつじゃないけど、なんか使った後のやつとかあるじゃないですか。それを使って叩いたこととか。はあ、そういう工夫ですね。そうですね、エコです。エコ。エコ。はい。じゃあ、いまだにその、例えば会場が急に停電になったとかなかったの？あ、それはないですね。あ、なるほど、はい。じゃあ今日は今シーズンのメンバーさんにお教えしましょう。はい、もし会場が急に停電になった時、復旧するまでドラムソロです。バイバイ。バイバイ。生音はドラムしかいない。もう、でも、全然対応できます、はい、そういうの逆に好きだ。かっこいいでしょ。そう、真っ暗な。そうよね、めっちゃかっこいいです。超逆音。はい、じゃあ本日かっこいいですよ。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、普段はギター弾いてます。あ、弾き語りなんでしたっけ？弾き語りです。あら、じゃあちょっとチェックですね。チェックしてください。はい、いつから音楽を始めたんですか？1年ちょっと前ぐらいですね。え、やったばっかり？やったばっかり。あら、きっかけは？きっかけは、まあ、ジャスティンと出会ったことがきっかけで。あ、そうなんだ。いろいろ教えてくれました、音楽の楽しさを。あ、素晴らしいですね。今日はジャスティンがいないのでちょっとあれですけれども、ジャスティンの代わりにピアノをかき鳴らしてもらいます。よろしくお願いします。アピールしてよ。アピールしてよ。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。一人ずつか。お願いします。お願いします。お願いします。